山んじ隊長の遊んで学ぶバードウォッチング。今日本で確認されている野鳥の種類が約700種類ぐらいかと思いますけど、私が今まで見たことのある鳥400行ってないです。島に行かないとか太平洋上でしか見られないとかいうやつがいっぱい残ってますので、これはもう一生かかっても見られないだと思ってますが、200ぐらいまではちょっと頑張れば行きますから。ということでウォッチングスタート。この木のね、そこの枝先の辺、練習練習。先からちょっと下がったところに一匹止まってます。2羽いるかな。今の見えた人3割いかない。カワラヒワっていう鳥なんですけれども、ちょっと緑色でここに黄色い模様がある、また出てくると思いますけど、鳥は結構方言があります。ここのカワラヒワは一番典型的なピリリピリリピリビーンっていう声で鳴いてました。私のうちのそばのカワラヒワはすごく早口でチュチュビーンチュチュビーンって言ってますから、家族の癖というかそれが伝播していくっていう感じがします。ガラスも大人気。大体2種類いて、ハシボソガラスは額がない感じ、くちばしからスーッと頭に上がってくる。あれはデコチンってなってるでしょ。あれハシブトガラスの特徴です。あの2匹のやつ、 あれはね、ウじゃないかな。ウじゃん。出る感動一つでもしっかりとね。あそことまた見やすくなった。まだ口移しで餌もらってるぐらいじゃないかな。もう肉眼だな。そこ止まりましたよ。愛想のいいシジュウカラだな。シジュウカラってどうやったっけ。白だけど、お腹が白くて黒いシジュウ。見えた見えた。原則的に野生動物の中でちゃんと目で見られるっていうのはすごく少なくって、鳥はそういう中では非常にこう身近に見られる野生動物なので、そういう自然に親しむ第一歩としてね、鳥を見ていただくと面白いんじゃないかなと思います。うちの辺はあの一番目につく野生動物は鹿ですけどね、車で近づいていくとてめえ何しに来たみたいな顔して道を占拠してますけど、ぜひまた自然に親しむ機会を皆さん自身もお持ちいただければいいと思います。愛知生協では他にもたくさんのイベントを開催しております。詳しくは概要欄をご覧ください。